母さん！逃げなさい！早く！ハンデス！子供たちを連れて逃げて！見くびってもらっちゃ困るぜ。確実に二人だけ助けるか、戦って全員助ける賭けに出るか、俺は。何しやがる！待て！よきも通らず！俺たちを無視する、飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて、このままじゃ。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわI'm gonna go.
人を殺してる。ただひたすら困惑した。巨人が巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。お前らなんかきっと2倍兵長が。兵長、血が止まりません。兵長、俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。そしてこれからもだ。お前の残した意志が俺に力を与える。約束しよう。俺は必ず巨人を絶滅させる。兵長、彼はもう。最後まで聞いたのか、こいつは。ええ、きっと聞こえてましたよ。だって安心したように眠っている。ならいい。ガキども、これはどういう状況だ。エレン、お前らここにいるってことは調査兵になったのか。じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか。兄は憲兵団だ。マルコは、マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った。マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。
どんな最後だったかもわかんねえよ。なんだあれ、早すぎる。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせて、情報を抹消するとは。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。グンタさん、止まるな、進め、兵を守れ。目方の中身が、それとも複数いるのか。ヤクモ、かかってこい。差し違えてでも倒す。やはりか、来るぞ女型の巨人だ。取り逃がした獣の巨人の行方を追っていた調査兵団はウォールローゼ郊外の城跡まで進出していた。古城か。ミケ分隊長、あれは。巨人にやられたんだな。あれ、でもなんで立体起動装置をつけてねえんだ。馬も殺されてる。巨人は馬に興味はないはずなのに。普通の巨人はそうだが、
あの猿はどうだろうな。剣を抜け。え？巨人の群れが近づいてきている。それにあの巨人もいる。獣の巨人ですね。ああ、これはチャンスだ。ここで決着をつける。まだ中身がその辺にいるはずだ。巨人の体をまとっていた野郎が。よせ。兵長、なんで。トロストクで奴が消えた時と同じだ。中にいた奴は用意していた立体起動装置でもう遠くへ逃げているよ。卑怯者が。汚れぞ。エレン、あと一歩で。お前のやるべきことはその時々の感情に身を任せることか。足りねえ頭でよく考えろ。お前がこれからできることをな。本部へ戻るぞ。残らせ。